はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちらチューリーのミニブックとなります。よっしゃーよいしょーっていうので、ついにですね買ってしまいました。 Amazon の方で38,800円ということでですね、以前から少し目をつけてたんですが、やっぱり今サブサブ機をちょうど探していたので、新しいもの買っちゃうともう絶対これがいいに決まってるんですが、こちらの方を購入してきました。一応ですね、こちら情報がもう書かれてまして、ミニブック8.0インチ IPS 液晶です。画面サイズが 1920×1200、 そして Windows 10 が乗っかってる。 CPU の方がセレロンの J4125。 この J4125 っていうのがね、かなりパワフルな感じがします。以前 NUCBOX っていうちっちゃいミニ PC を購入したんですが、オフィス系使うには十分なパワーがあるっていうのが分かってる状況です。で、4コアの4スレッドというところまで書かれています。こちらの方ね、早速購入したんで開けてみて使用感どうかっていうのね、ちょっといろいろ確認してみたいなというふうに思いますね。じゃあ早速開けてみます。はい、というので同梱されているものはこういった形になりますね。本体これね、ちょっと触った感じ結構ずっしりします。厚みも結構ある感じですね。おっと、早速右側見てみると、右側面がこちらが電源の USB-C ポート、そして HDMI ですかね、ちょっとミニ HDMI かもしれません。で、 USB3.0 こちらついてます。正面こんな形ですね。ちょっと分厚い感じがしますが、どうだろう。右側面 SD カードリーダーと USB のタイプA、 そしてこれイヤホンジャックがついてますね。背面こんな感じですね。底面がこちら、セレロンマークがついてきている。かなりしっかりしてる、重量感のある感じがいたします。はい、そしてあとは USB-C の AC アダプターの方がね、付属しているという状況です。開けてみよう。開けてみるぞ。オープン。うおー、かっこいい。8.0インチ、かなりちっちゃいですからね。うわ、キーボードもこんな感じ。日本語キーボードとなってるので、あ、これはなんだ、これ電源ボタンかな。あ、これで動かすタイプだな。かなりかっこいい。はい、そしてヨガタイプになると。キーボードも広めだな。これはかなり楽しみだ。じゃあ早速電源入れてみます。これ電源ボタンっぽいですね。ちょっとやってみよう。いくぞ。電源スイッチオン。ついた。あ、これかっこいい。はい、ということでですね、ほぼ設定の方が完了いたしました。よっしゃよいしょーということでね、まあ、ただただ必要なものをインストールしただけっていう状況なんですけどね。もう画面サイズも広すぎて、これ8インチタブレットでは表示がちっちゃくなりすぎるんですよね。 125% の状態で表示させています。当然タッチパネルもバッチリと有効。これは思ったより相当にいいぞっていうのがね、直接の感想ですね。そしてこちら、これはちょっと慣れが必要ですね。ポインティングデバイスの方が左クリック右クリック、こちらの2つのボタンで操作しないといけません。片手での操作っていうのはなかなか慣れが必要かなと思います。さらにキーボード配列、これね、特殊配列になるので、横棒伸ばし棒なんかこの辺にあるからね、ちょっとなんかこう戸惑いますよね。文書作成の時にこいつを使いまくるっていうのはなかなか難しいかもしれません。慣れが必要な感じがすぐにしましたね。キーボード自体非常に大きいので、打ち込むこと自体は非常にスムーズに進めることができました。非常にかっこよくてワクワクしてるんですが、このヨガスタイルにする、そうすると当然画面もきちっと切り替わる。当たり前やけどね、これが当たり前にこなせる普通のノート型でも使えるし、このようなタブレット型として使用することもできます。タブレットモードをオンにすることで、さらにタブレットとして利用価値が高まるんじゃないかなと。これはかなりいいな。以前 NUCBOX で確認はしたんですが、 CPU パワーがどれぐらいのものなのかっていうのはね、まずは簡単に見ていきたいなと思いますね。
はい、そしてこちらですね、情報の方も簡単に見ていこうと思います。情報を見ていくと、プロセッサーインテルセレロンの J4125CPU 2.0GHz です。実装メモリー、こちら 6GB 乗っかってるという状況なので、まあ、僕の使用用途が、まあ、主にウェブの閲覧、動画の視聴、そしてオフィスが使えれば十分っていう風に思ってますので、その量で考えると 6GB バッチリなんじゃないかなというふうに思いますね。ペンタッチポイントでのペンとタッチのサポートっていうので、まあ、必要であればペンも購入しようかなというふうに考えています。 Windows 10のホームが乗っかってるという状況ですね。バージョンが 21H1 というふうになってるので、まあ、最新バージョンじゃないですね。アップグレードできるかなというふうに思います。はい、というのでね、早速シネベンチ等で、まあ、CPU パワー確認の方をしておこうかなと思いますね。ちょっとやってみるぞ。楽しみじゃ、いくぞ。シネベンチ R15 カモン。はい、というのでね、シネベンチ R15 立ち上がりました。情報通りですね、インテルセレロン J4125CPU です。4コアの4スレッド 2.00GHz、 そして GFX モードの方がインテル UHD グラフィックス600となっています。以前も測ったことあるので、 250CB 前後これ出れば十分じゃないかなというふうに考えていますが、今回どうでしょうか。頑張ってもらいたいなと思うぞ。いくぞ、 CPU ランチャー。はい、ということでですね、各種ベンチマーク取り終えましたので、ちょっと様子を見ていきたいなと思います。はい、ということでですね、こちらがシネベンチの R15 の結果となります。左側が今回のキウイのミニブック、そして右側の方が以前撮った全く同じ CPU の NACBOX というミニ PC のデータとなっております。左側、こちらミニブックの方の結果、 177CB、 あかんやん、 200CB 全然超えへんがな最悪ですね。右側の方が 238CB 行ったのに対して 177CB までしか行きませんでしたね。シングルコアスコアの方も順当に下がってる形で 56CB、 そして NACBOX の方が 59CB という風になってますので、数値が高く出てきていません。 OpenGL の方が 12.80fps、 こちらの方も数値が下がってると。なんでこんな下がるのかなという風に考えたんですが、やっぱり NACBOX はミニ PC ということで、ずっと電源をつなぎっぱなしっていうこともあって、高パフォーマンスモード、電源モードですね、こちらの方が利用できるのに対して、こちらミニブックの方はノート PC ということもあって、高パフォーマンスモードが利用できないっていうので、 CPU がフルに活用できてないんじゃないかなと。ノート PC の宿命なのかもしれませんね。でもまあ 177CB ということなので、オフィス使う分にはね、そこそこ動いてくれるので問題ないかなというふうには感じてますが、ちょっと数字が出なかったのは残念だなと思います。はい、そしてこちらの方がギークベンチ5の結果の方となります。上側がチューイのミニブック、そして下側が NACBOX となっています。同じセレロンの J4125CPU となってますけどね、これだけやっぱり数値の差が出てきてます。ミニブックの方がシングルコアスコアの方が445、そしてマルチコアスコアで1079、ちょっと残念な結果ですね。 NACBOX の方がシングルコア453、そしてマルチコアスコアで1506まで出してるのに対して、やはりね、この差はちょっと厳しいなと。パワーが出しきれないっていうのがね、残念な気がします。はい、そしてこちら OpenCL の結果も同等ですね。ミニブックの方が1204、下側は NACBOX の方で1480、まあ、悲しいかな、パワーが出し切れてないっていうのがね、めっちゃ残念だなとは思いますが、なかなかの数値は出てきてる。ウェブを見たりとか動画の閲覧、その辺はね、全く問題ないんじゃないかなという数値っていう風に考えられますね。
はい、というので最後にですね、ドラゴンクエスト10のベンチマークの結果も見ておこうかなと思いますね。左側、標準品質の 640×480 Windows、 この形で3843、普通でいい状況ですね。最高品質 1280×720 Windows、 この形で1221、重いまあね、当然古いゲームではあるんですが、このドラゴンクエスト10のベンチマークをもってしてもですね、非常に低い数値、当然ゲームはできないなというような状況なんですが、そもそもゲームしようと思ってこれ凍ってませんので、まあその辺はいいんですが、一応こういう数値となりました。はい、なのでね、いろいろ見てきましたが、こちらサブサブ機候補として購入しました。38,800円、どんなものかなと思うんですが、まず動きの方は全く問題ありません。はい、オフィスの方もねインストールしたんですが、こちらの動きも見てみると、はい、というのでね、全く問題なく起動することもできましたし、表示も非常に美しく出てるんじゃないかなと思いますね。作業はねオフィスですることが非常に多いので、このぐらいのパワーであれば十分かなというふうに思ってますね。動画の閲覧なども全く問題なさそうなので、普段使いで困ることはなさそう。はい、というのでサブサブ機としてウェブを使用する、それとかですね、まあ、バーッと打ち込まなあかん、ちょっとキー配列になれないといけないというところはありますが、十分な仕様じゃないのかなというふうに思いますね。しかもね8インチっていうこともあって、やっぱり非常に小ぶりで使いやすそう。ちょっとね老眼で字がちっちゃすぎるっていうのは倍率高くすればいいかなとは思いますが、このタブレットモードでもどんどん使えそうだっていうのがね、非常にありがたいことかなと思いますね。めったに使いませんが、このテント型っていうのもあり得るのかなというふうに思いますね。まあしばらくこちらの方をねサブサブ機としてちょっと使っていきたいなというふうに思います。いろいろやってみたいと思いますね。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。